All right, it should be starting now. All right. Run, Luke! Go now! What's he talking about? I started to run like someone suddenly kicked me in the rear. But behind me, my father was... Missing! Everyone needs to get away from here now! Move quickly! Run! 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 That's right! Just run! Go! That nigga looked so fucking weird. I thought... My father was just a simple, quiet, and reserved man. But that's not true. I was totally wrong. So now, I've decided to fight my own battle. Someday, I want to become a man like him. Okay, so he was just talking about his father. He wasn't talking about, like, Guile or anything. Street Fighter 5, Fall Update. Hey, got a haircut. Look at him. Street Fighter 5 のディレクターの中山です。Street Fighter 5プロデューサーの松本です。冒頭でルークのストーリーの一部をご覧いただきました。今回はルークのショーケースとなります。はい、中山さん、ルークとお父さんの話がめちゃめちゃシリアスだったんですけど、まあ、今後のルークがどんな人物かって知る上では展開気になりますね、これは。そうですね。ルークの幼少期のストーリーを少し見ていただきましたね。あの事件はルークの人生にどう影響を与えたか、ストリートファイター5のキャラクターとどう関わっていくのかは、ぜひルークのストーリーをプレイしてみて体験していただきたいと思います。はい、ぜひ楽しみにしておいてください。さて、今回の番組ではリリース間近なルークにフォーカスしたお話を。You can't just say that and then not tell us. I think they're going to tell us. まずはルークの通常技、ユニーク技ですね。ルークは前進しながら攻撃する技が多く、積極的に前に出るオフェンシブなバトルスタイルが特徴で、中間距離から一気に自分のペースに持ち込むことができます。立ち状態から放つパンチボタンの攻撃は弱、中、強、いずれも前進しながら攻撃するアクションになります。Okay. どの技もリーチが長いので、動こうとする相手の出鼻をくじくように使うと効果的です。弱パンチからはトリプルインパクト、中パンチからはスナップバックコンボといったターゲットコンボにつないでダメージを伸ばしたり、So like Cody. Cody has like their combos off of light punch. 必殺技キャンセル可能な強パンチから必殺技に連携させる使い方だと。I like his fireball. パンチ技以外にも足元を狙った攻撃に打ち勝ちやすい立ち中キックや下段攻撃かつ必殺技キャンセルを使ったチャームなど、振り技も優秀な技が揃っています。中間距離では相手の攻撃に対してクラッシュカウンターを狙うのもいいでしょう。ルークのクラッシュカウンター対応技は大きく踏み込んでのフックであるヘビーインパクトと上段回し蹴りのアウトローキックといった2つの特殊技があります。ヘビーインパクトはルークの通常技、特殊技の中でもリーチが長い上、通常ヒットでも立ち弱キックやトリプルインパクトがコンボになる高性能な技です。クラッシュカウンター時は立ち強パンチが連続ヒットするので、牽制からとても大きなダメージを見込みます。 Okay, that's pretty cool. I don't gotta dash up after the crush counter, just fucking heavy punch. アウトローキックはしゃがみ状態の相手には当たらない上段攻撃となりますが、攻撃発生やリーチに優れ、クラッシュカウンター時は相手が膝崩れを誘発するので、Very important thing though that it doesn't hit against crushers. 止める技として使っていきましょう。また空中ヒット時は、Is that gonna be like Sagat's heavy kick? Is it gonna have a crush counter in the air? 対する耐久技として使うと、
相手に攻め込むチャンスとなります。次に必殺技の紹介です。高速の飛び道具を放つサンドブラスター。体育技として使いやすいライジングアッパーといったスタンダードな技の他にノーチェイサー、インパラーといったコマンダッシュ、アベンジャーという特殊な移動技も持っています。Okay. ノーチェイサーはコンボに組み込みやすい特進技となり、インパラーは中段攻撃で奇襲技として攻めに組み込むと効果的です。That Abel's move? Like, who has that? I forget who has that. ですが、ルークの代名詞的な必殺技といえば、フラッシュナックルになるでしょう。フラッシュナックルは前進しながら相手に強力なパンチを放つ必殺技となります。強度によってパンチの種類が異なり、弱中盤はコンボに、強盤は牽制に使いやすくなっています。特に強盤はダメージが高く、ヒット時はダウンを奪えることに加え、ガードされても反撃を受けづらい中間距離の主力となる必殺技です。隙あらばこの技で攻め込んでいきましょう。 Is it plus or neutral? フラッシュナックルはコマンド入力後にパンチボタンをホールドすると攻撃直前のモーションで力を貯めるという特徴があります。 Oh, it wall bounces. Yo, don't fucking whiff a DP. 一定時間ホールドすると性能がアップし、 That's great. 弱中盤は当時に追撃を狙えるようになり、強盤はガードされてもルークが先に動けるようになります。 So I imagine people are going to be like crouching medium kickOn block and then charging that shit for like really passive and defensive players. 中盤のフラッシュナックルを入力し、ホールド版が成立した直後にボタンをリリースすることでコンボに組み込むことも可能です。ホールド版のフラッシュナックルを絡めたコンボの爽快感、ダメージの高さは他のキャラクターにない特徴となります。Wait, is he comboing into the charged versions? 自在にホールド版を扱うには少し慣れが必要かもしれませんが、コンボや牽制に活躍するルークの主力技となっているので、huh. ぜひ使いこなせるように練習してみてください。That's really cool. Sucks to be you. And now I beat ya.続いてルークの V システムの紹介です。 okay, まずは V スキルの性能を見ていきましょう。 V スキル1ハードショットはフラッシュナックルを強化する V スキルになります。 Oh? 強化されたフラッシュナックルはホールドの下で、 okay, so it makes so you don't have to charge. 冒頭のフラッシュナックルが発動するようになります。 That's a long charge though.Hopefully he can cancel into it. また、ハードショット後にフラッシュナックルのボタンホールドを行うと、通常時のホールド版よりさらに高性能なフラッシュナックルが発動します。 Yo! Yo, his on stun shit is gonna be crazy. Like, his stun combos are gonna be nuts. 弱中盤は、ヒット時に追撃可能な技が増え、普段よりさらにダメージの高いコンボが狙えるようになります。強盤はガードされたら強力な技が増加し、ヒット時は追撃可能になるというとても強力な技になります。ハードショットは効果発動までに少し時間がかかるため、ダウンを奪った後や遠距離で様子見をする相手に対して発動し、その後の展開を有利に運びましょう。 V スキル2はサプレッサーという技です。一度後ろに下がった後、勢いをつけたボディーブローを繰り出します。この技の特徴として、交代部分に投げ技に対するカウンター判定があります。That's nuts, actually. No other character has that. 投げを避けた場合、特殊な演出とともにダメージ、V ゲージ、増加量をアップします。Wait, also command grabs, not just regular throws? Okay, that's crazy.
殺技キャンセル可能となっているので、投げ技へのカウンター発生時は、Like fuck backdashing! I'm just gonna be skilled and you're gonna get fucked. I mean, I'm not gonna do that because I don't have the brain for that. But someone's gonna do it. 投げ技に対するカウンター判定はすぐに発生するわけではないので、防御時に切り返しとして使うには不向きですが、近距離での攻めの選択肢として強力な技です。Oh, well, never mind.Show us those V triggers. 次に V トリガーの紹介となります。V トリガーは1、2どちらも V ゲージが V タイマーに変化するのですが、ルークの V タイマーは時間経過と相手にダメージを与えることで、Wait, what? 専用技使用時と非ダメージで減少するといったこれまでにない特殊な性能になっています。You can build a V trigger bar? 展開が今までと大きく異なるので。ループを中心とした新しいゲームメイクをする。I wish more characters were like that. That's pretty fucking sick. 既存キャラクターと戦った時どのような展開になるか。That's so cool. I've popped my V trigger. Now you have to deal with it. And if I'm good enough, you deal with it forever. 紹介していきましょう。V タイマーはオリジナリティあふれる性能ですが、V トリガー自体はどちらもシンプルなものになっています。V トリガー1、レンジアームズは飛び道具必殺技のロックブレイカーとサーモバリックが使用可能になる V トリガーです。レンジアームズ発動後は強パンチと強キック同時押しで飛び道具を3発立て続けに放つロックブレイカーが発動します。 Okay, so that's what we saw in his original trailer. 通常技やターゲットコンボ、サンドブラストからキャンセル発動することもできる使いやすい技です。So you can throw Sandblaster and then throw Rock Smasher. もう一つの専用技であるサーモバリックは EX からのみ発動できる専用技となります。 Oh, that's interesting. Something that can only be performed for an EX move? 発動できる箇所が限られている。 I think. 派手な演出とともに大ダメージを与えることができます。 That's a cool ass combo.V トリガー2、Vanguard はフラッシュナックルから別コードのフラッシュナックルへキャンセル発動が可能となる V トリガーです。通常版、ゴールド版、どちらもキャンセル可能になる。あ、OK。V スキル1のハードショットによる強化版も組み込むことができる。Yeah, like, that mixed with V skill is gonna be nuts.一度のコンボで与えるダメージが大きく増加します。高い攻撃力を盾に接近戦を仕掛け相手にプレッシャーをかけていきましょう。 Honestly, he seems like a pretty straightforward character. Like, he doesn't really do anything overtly crazy, but what he does do is just, it's just really neat and new to the game.Well, not the things he's doing, but just how they work. 起動された場合、既存のキャラクターのように距離を取って安全に V トリガーが終了するのを待つといった戦法を取れません。So if you don't do anything, the bar just goes up. ルークの土俵となるインファイトに持ち込みやすくなります。If I'm just sitting full screen, you're not going after me. My bar's just gonna go up. That's crazy. 一度のチャンスで大きなダメージを奪えるトリガー発動中の時間を長時間維持することができます。シーズン5最後の一人ルークの紹介をさせていただきました。前進する通常技や必殺技でガンガンを行使し、接近してラッシュを仕掛けるアグレッシブなキャラクターになっています。 Obviously I have to have the character in my hands to see how I feel, but I'm excited. や時間経過で回復する V タイマーといった他のキャラクターにない唯一無二の個性をどう生かすか。新しいバトルをぜひ体験してみてください。I mean, they're gonna show him off in a real match, and it's gonna show off. バトル性能も特徴のあるルークはストリートファイター世界の新たなチャレンジャーとなります。This, you know, critical art. Probably gonna do a musical performance, some collaboration with some musician. But I feel there's gotta be something. I mean, if not, that's fine. I'm fine with just getting Luke in the release date, but.それでは最後にルークの実戦パフォーマンスを見てみましょう。さーて、一丁やってやりますかね。そうだ、
You really want to go through the trouble? Fine. Round one. Fight. I did pretty good damage. I really like his projectile. That's so cool. I like his V-shift animation. The thing about that projectile, it's just so fucking cool. I'm just punching the air. It's so much cooler than a Hadouken. Or like a Sonic Boom's pretty cool. He was able to block? Oh, that was like a... I mean, it wasn't a Zonk Knuckle, but it looked like Zonk. Like his throw.